おおすげえ順調か。はいどうも、今日はですね、こちらはどこでしょう。珍しくですね、近鉄電車に乗りまして賢島の駅に来ております。前にね一度泊まったことあるんですけども、動画をね前回は撮ってなかったので、再度ねやっぱりここはきっちり撮らないとということでやってまいりました。まあサムネイルにもありますけども、平松の賢島でございます。お迎えも来ていただいてると思いますので、向かいますか。あ、じゃあ向かいます。はい、足元がすごくゆったりですね。はい、ということでね、やってまいりましたよ。平松ホテル&リゾーツ。じゃあ行きますか。平松賢島。日本有数の美しさを誇る阿吾湾と豊かな自然に包まれる伊勢島賢島に佇む全8室のラグジュアリーホテル。伊勢神宮にほど近く、全国にレストラン展開する平松直営の滞在するレストランです。なんか入り口から素敵じゃん。おー。ね、こんな感じ。よし、じゃあ今からチェックイン。今回これ予約したと思うんだけどな。これタラソプール、ここでなんかいいじゃん。こちらからマンゴー、ブルーベリー、ライチ、パイナップル、ピーチございますが、何かお好みございますか。これどうしようかな、ブルーベリーしようかな。ブルーベリーで、うまそう。あー濃厚、すごいな、これねっとり。果汁 500% ぐらいじゃねえのってぐらいの乗ってりしてますよ。はい、じゃあ早速お部屋の中入っていきたいと思います。おお、素敵ですね。じゃあまずは、おっ、どこで入っていきなり。明日そういえば予約したんですよ、このクレイドスパっていうね。あ、プレゼントですよ、ギフトいただいてます。あとでちょっと覗きましょう。こちらがミニバーですかね。ミニバーはこんな感じです。ちなみにこの中のやつは全てフリーだと言っておりましたね。そしてお部屋行きますか。まずはベッドがドーンとありますね。いいじゃないですか、今回もふかふかベッドで。今回ですね、アフタヌーンのプランを申し込みしたんですよ。今からねこのメニュー持ってきていただけるようなので、もう間もなくここでいただきたいと思います。そして本日のメインディッシュ、もうとっくに見えてますけども、温泉。もう最高じゃないですか。何度もね来てるから少し見慣れた感はちょっとありますけども、けどやっぱりもう素敵ですよね。今日ちょっとねまだ外寒いんであれなんですけど、もうあそこにさ船がぷかぷか浮かんでますよ。いやーいいなー、という絶景を眺めながらお風呂に入れる、私の好きなパターンですね。ここから見たら全てコンパクトにまとまってる感じがよくわかると思います。お外はこんな感じね。おーいいじゃん、ほら波の音が聞こえてきます。今回はいろいろと予約しておりますので、そちらの方も楽しみですね。まずはお部屋でのんびりしたいと思います。あ、今からアフタヌーンだ。別棟温泉風呂付き客室、阿吾湾を一望する温泉風呂付きの別棟客室。湯船が室内にあるため時間を気にせずプライベートな入浴が楽しめます。泉質は低調性弱アルカリ性低温泉で、疲労回復や肌のトラブルにも効果的です。基本的に甘いものメインでご用意してますが、こちらがですね、サンドイッチ、こちらがちょっとしょっぱいのをご用意してて。じゃあね、早速ご用意いただきました。ティーなんですけども、今回は私、柚子を選びましたので、いただきたいと思います。うん、美味しい。あ、よく見たらね、こちら、平松のね、マークがあるじゃないですか。これこれ。ね。はい、ということで、甘いものを後にして、こっちですよね。パンからいただきますか。よいしょ。うん、うまい。これよく見たらめっちゃ可愛いんだよね。見て、これ。ほら。これね、雪だるまレアチーズケーキって書いてあるんですよ。雪だるま壊すのもったいないね。ごめんなさい。わー。あんま。うんま。これは？ね、美味しそうなのいっぱい。あー、うまいやつや、これ。平松さんのチョコもこれ絶対当たりじゃんね、これね。わ、中もこんなでこし。これなんかメインっぽいですよね。いちごもあるし。ほら、めっちゃ美味しそう。うん、うまい。いやー、いいな。
チェックインして早々アフタヌーンってね、もう最高じゃないですか。のんびりいただきたいと思います。はい、もうねお腹パンパンですよ。とても美味しくいただきました。早速ですね、今から消化活動をしていかないとね、ディナーの時にご飯が食べれなくなっちゃいますのでね。今日はまあお部屋でのんびりなわけなんですけども、明日予約してるねクレイドスパかな、ギフトみたいないただいたので、せっかくなんで開けてみますか。なんじゃこれ、じゃーん、うわっ、おなんだこれ、お、これ2つあるわ。浴用化粧水、この3点でしたけども、いきますか。1つ目、じゃーん、よいしょ、はい、じゃーん、なんだこれ、あ、お風呂入れるやつかな、ね、浴槽の湯に入れるって書いてる。へー、化粧石鹸ね、ありがたいですね、いろいろいただいても。ボディクリーム、美容液だって、美容液って書いてる。これは、これはメイク落としだって。あ、これは俺使わんわ。まあでもいつかメイクするかもしれないから一応持って帰ろうかな。はい、ということでこちらいただきました。はい、お部屋でねのんびりしてましたけども、今からですね貸し切りの露天風呂の方に行きたいと思います。今回の楽しみの一つだったんで向かいましょう。よし、じゃあ行きますか。っていうかさ、めっちゃ寒い、強風だっつったけど。ほんとだね、あ、こいつだ、あ、完全にブルブルしてる。よいしょー、わー、素敵ー、見てー、もうこれですよ、これ、ここに来たかったんですよ。でもこの道がもう多分ね絶対寒い。着替える中入りたいと思います。はい、入りましたよ。めっちゃ気持ちいい。お外が超寒いけど、いやー、ここ最高じゃないですか。これうちに欲しいな。ここ毎回ね素敵なところを見ると思いますけども、まあお部屋からね柚子味のサイダーを、まあお部屋もね平松さんはどこも素敵なんですけど、やっぱりもうこういう貸し切り風呂はやっぱりまた別の良さがあってすごくいいですよね。まあちょっと忘れちゃったのもあるかもしれないけど、まあ一番好きかもしれないですね、ここね、この空間がね。温泉楽しみたいと思います。すっかり夜になりまして、お食事の時間、館内着寒いからまた服着てます。今日はじゃあノンアルコールカクテル、アランミリアキイチゴカクテルだって。まずは今日はこちらで皆さんと乾杯。お、うまい。やるね、これ。もうすごくない、これ。どうしたいみたいな感じだね、これね。久しぶりですからね、ここはもう食事がとにかく美味しいですから。料理始める前のご挨拶のお一品ということでお持ちいたしました。すごく簡単に言うと、わかめを使ったしゃぶしゃぶになります。一応右側にありますのが、あのオレンジとかマホヤガイが入ったポン酢になっております。そのつけて食べていただいて、これ一品目ではないからゼロ品目ですね。ご挨拶の一品になって、うわ、すっげー。昆布をこちらでまずしゃぶしゃぶしてタレにつけて、めっちゃうまい。このポン酢はちょっとなんかね、こんななんかフルーツ入ってんだよ。はい、本日使用いたします食材になります。すげー感じで、はい、と前菜でいくつか魚介使っておりまして、このミルガイ、まだ生きているミルガイになるんですが、で、お魚の頭があるんですが、こちらはサワラの頭になっておりまして、油が乗っておりますので表面だけ香ばしく焼き上げて、中はしっとりとした状態でご用意しております。で、まあ、最後にこの松返しということで、ちょっとしたもの、こちらは部位がいろいろ書かれておりまして、本日ランプをご用意しております。じゃあ、一つ目の前菜になります。一番下にこちらナスを敷いておりまして、その上に海の幸、本日はアオリイカ、ミルガイ、タイガギ、あとサザエをちょっと乗せさせていただいたものになって、はい、ということで来ましたよ。これすごいな、また行きます。あ、おいしい。伊勢島産の海の幸だから海の幸で食べてますね。うん、美味しい。じゃあ、小倉のソテーにも食べます。一応下のところにイタリアのショートパスのクスクスと呼ばれるものと、このハーブのタイムをちょっと混ぜたものを下に敷いておりまして、また2品目もおしゃれなの来ますね。じゃあこれ崩して、崩すの申し訳ないけど崩すよ、このチーズのお菓子。あ、すっげー、これ一口だけもったいないからちょっと分けて食べよう。うまそう。うん、うまっ。
フォアグラでもね、こういうとこで食べるやつは違う。結構私フォアグラ食べてるけど、これは一番じゃないですか。パンも美味しそう。バター2種類ご用意させていただいておりまして、あのホイップ状になっているバターの方が有塩のバターになっておりまして、うん、あの無塩のバターよりもあの塩分とかミネラルが豊富になっておりますので、うん、パン来たから食べようと思ったけどさ、めっちゃ熱いよ。ちょっと熱いうちがいいですよね。もう柔らかいよね。もう力全然入ってないよ。つけていただきます。うまっ、柔らか。なんで毎回こんな美味しいんだろう。すごい。次こっちつけてみよう。いや、パンでね、ここまでね、うならせるのはほんとすごいな。うん。こっちも固めだけど美味しい。毎日家で作りたくなりますね。手料理しないけど。サワラを使ったお一品になります。ソース3種類ご用意しておりまして、真ん中にあるちょっと丸いソースが、タプナードソースと呼ばれる、ちょっとバターを使ったソースにオリーブを混ぜたもの。3種類ってまたすごくないですか。メインについてたやつ、うまいね。これはこの泡状のやつ。あ、俺の人生いつかもしれない。サワラ界においてツナカビューの本日はランプという部位をちょっと使わせていただいております。左側にあるソースがベアレデッドソースと呼ばれる、ちょっと卵を使った酸味のあるソースになっておりますので、あと右上のところに黒ニンニクのお味噌、お肉の上に乗っているちょっと黒いつぶつぶが生胡椒になっております。コンソメスープまで来たよ。松坂牛の、だし、なんかそんな説明がありました。あ、すごい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 、まあ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 、言われてみたら松坂牛のような味がする。切る必要ないんじゃないっていうぐらい柔らかいと思うけど、一応切ります。うわー、柔らかい。うん、うまい。めっちゃうまっ。ちっちゃい整備もそのまま入れたものをご用意させていただいておりまして、ソース2種類ご用意しておりまして、ちょっと茶色っぽいソースがアメリカのソースというエビの出汁を使ったソースと、白いソースがリカールソースというお酒を使ったソースご用意しております。いやー、最後のメインですか、このソースつけて。うまそう。めっちゃ美味しそうじゃない。期待を裏切らない。もう想像通りの美味しさでございます。三重のもずくは、なんか他の沖縄とかのもずくと違って、やっぱ一つ一つが細いみたいで、お茶漬け感覚でお食べいただける。すごくない？隠れメニューですよ。今回隠れメニューが多いんだよね。パンもそうだけど。ああ、コンソメスープもなかったしね。もずくとは思えなさそうな美味しさをしてますよ。いただきます。あ、うまっ。イクラとわさびともずくのコラボレーションですよ。あと、とろろが入ってるんだよ。何が、なんかとろとろしてるなと思ったら、考えたら、こう、それがベースだよね。ずっとなっております。おう。ちょっとサプライズは、伏線を張っておりました。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ですね。はい、じゃあ、かわいいのいただきました。はい。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。こちらフォンダンショコラと、こちらの隣にあるアイスがカルバドスと呼ばれるアイスで、リンゴとかブランデーが入っているアイスになっております。で、上の方にあるシフォンケーキ添えているんですけれども、ちょっと中にリンゴ入っております。デザートがね、いろいろまだ来るみたいなんで、ケーキはお部屋に持ってってもらいました。で、リンゴ、リンゴかな。うん、リンゴだ、これは。これはめっちゃ柔らかいんだけど、うわぁ、チョコとろけてる。やっぱチョコが一番。めっちゃあったかいさ、チョコレートでしょ、これ。うまい。フィナンシェと、チョコとコーヒーを使ったケーキ。最後は、キラマツで自家製のトマトジュースを作っているんですけれども、このトマトジュースを固めて作ったトマトキャラメル。させていただいた。最後また来ましたよ。結構お腹いっぱいでね。今もうちょっとアイス全部食べきれないなと思ってたらまた来たっていう。トマトのさ、キャラメル。これすごいっすよね。キャラメルですよね。キャラメルです。ねえ、うん。おー、トマトですよ。お部屋戻ってまいりましたよ。お腹パンパン。いや、すごいですね。もう本当に。全部うまかった。ほんとやばい。平松が美味しいのは分かってましたけど、
平松の中でも一番美味しいじゃないかなって僕は思いましたけどね。いやー、ほんと大当たりっていう感じでお部屋に戻ってきたわけなんですけども、なんかここにあるんですよ。ハッピーバースデーで、かわいい。ね、タオルでこうやって作ってくれてる。素敵。どこだったっけ？金の竹がどっかでもこんな作ってもらった記憶あるよね。だいぶお腹が、まあ、減ってはないけど、消化されてきましたね。ご丁寧にね、なんか氷まで用意いただいてるんですよね。白の石を。これを、ちょっとおしゃれに、コップに入れまして。あー、大人なオレンジカクテルが出来上がりました。あ、うまいうまい。じゃあ、カットしますか。よし。じゃあ、いただきまーす。うまい！名前もね、書いてますけど、よし焼きと書いてますが。うん、チョコレート。本当に、美味しく美味しく、ディナーも、デザートも、ケーキも、いただきました。ありがとうございます。はい、おはようございます。朝ですね。今8時、ひんやり。昨日の夜ね、美味しい食事をいただき、お部屋でも美味しいケーキをいただき、そして朝ごはんというね、減ったような減ってないような、でも美味しいもの入るか。素敵な、ね、お部屋ですけども。はい、じゃあね、お目覚めのドリンクということで、トマトジュースですよ。どうだ、今超濃厚ですよ。ここで作ってるやつですよね。平松って書いてる。これめっちゃ好き。はい、来たよ。めっちゃうまそうじゃない。もうなんかここに振りかかってるやつもうまそうだもん。だって伊勢海老のスープですよ。絶対うまいよね。これ伊勢海老スープ会で僕の中でもナンバーワンがまた来ました。何度も何度も感動がある。スープうまいから一瞬でペロッと飲んじゃいました。もうあれだけでいいぐらい美味しいんですけど、サラダも絶対美味しいですよね。ドレッシングは僕美味しいでしょ。うまそう。ソーセージも肉汁がさっぷり出てきます。エッグベネフィット美味しそうですね。これ崩すのもったいないけど崩しますか。うわー、すっげー卵が、うん、すごいな。もうエッグベネフィット界一かもしれない。さあ、じゃあ次パン行こうか。ねえ、ここはパンもうまいからね。これ、まあそうですね。いいから。うまいな。パンもね、熱々でうまいよ。これはチョコクロですね。おいしい。もう結構ね、朝からいっぱいですけども。ヨーグルト。ヨーグルト自体はね、全然甘くないけど、フルーツがね、いい感じに。おいしい。ほんと幸せ気分ね、味わしてくれます。ごちそうさまでした。はい、お部屋戻ってまいりましたよ。今日もなんかパンパン朝からしてますけども、今からね、クレードスパですよ。お着替えしたいと思います。お迎え来てくれるみたいなんで。ここですね。はい。はい、おー、すげえ。めっちゃおら。ご用意させていただいて、ほうじ茶でございます。はい、あー、めっちゃいいや。はじめに30分。プールの方をご利用していただいて、その後はこちらボディートリートメントを行ってまいります。はい、はい、ということでね、お着替えしましてプールになってまいりました。今ね、シャワー浴びたところなんですけども、早速中ちょっと入っていきたいと思います。もうこちらにもドリンクをご用意いただいて。めっちゃいいよね、この空間。やばくないですか。あ、あったかい。あ、すごい。ここさ、ここからか、すごいなんか水が押されてる。足押してもらってます。ここは、おー、お尻押していただいてます。ここは、あ、これ肩だ、肩、おー、あんま下がったら濡れる。そして浮き輪もあるしね。この時期にプールなんかさ、全然期待もしてなかったし、どうせ写真撮って終わりだろうと思ったら、思いっきり温海水だしね。うわ、これ想像以上だよ。もうここの評価爆上がり、最高ですね。そして今からさ、スパでしょ。ここ超おすすめになっちゃってます。あ、ここも行こう。また、あ、足つぼしてもらってる。小商売けど
めっちゃ最高じゃん、これ。これも将来の僕の家に欲しい。最近流行りの家に欲しいシリーズ。海がさ、お部屋よりもね、景色がすごく良くて、じゃあジンジャーエールがあったんで、これいただきますか。ちょっと普通のジンジャーエールじゃなさそうだし。あ、まうまいけど、めっちゃジンジャーだな、これ。水着もね、なかったからさ、入れないかなと思ったら、ちゃんとね、貸し出ししてくれるしさ、ね、年中いけるじゃないですか、こんな温水だったら。全然入れますよ、これ、真冬でも。ね、今、1月ですからね。最高です。フローティングバーのご利用方法。バーに座って浮く、バーを使ってエクササイズ、バーを使って浮く。ストレッチの正しいやり方書いてるじゃん。1個ぐらいやってみるか。これだよね、バーを使っていく。まあこれはでも誰でもやりそうなことだよね。お腹と背中の引き締め。ああ、こういうこと？こういうことだ。浮いてるでしょ？おお、一応浮いてる、一応浮いてる、一応浮いてる。こういうのを6種類やるからやりましょうねという。なんでこのバーがあるのかなと、そういうことだったんだね。今からですね、上がりましてトリートメントルームで60分のマッサージがありますので、そろそろ準備したいと思います。はい、今終わりましてね、お部屋戻ってますけども、最高ですね。60分のはずなんですけど、結構長く感じたな。全身しっかりやってもらった感じですよ。ちょっとうとうとしてましたので、あんま覚えてないんですけどね。今回のフルセット本当もう完璧。このパターンの宿泊いいですね。じゃあ最後お風呂に入りますか。はい、お部屋のね、お風呂入ってみました。といってもね、昨日から何度も入ってるんですけども、そういえばですね、まあ他のね、平松でも何度もね、これ見てるやつなんですけど、これまだ入れてなかったですね。ヒノキリもお風呂に浮かべると、あ、新築の時のいい匂いみたいな、木の匂いがね、しますよ。で、最後ね、ここは、まあ、見えですけども、伊賀流忍者エールが冷蔵庫に入ってましたので、忍者エールでもいただきながら。あ、うまっ。今回の旅はもう終わりになります。まあ、一泊二日なんで、あっという間ですね。ですが、もう、最高でしたね。毎年ね、誕生日になると、まあ、時期的に冬なんで、いつも私1月だから、まあ、カニでも食べようかなとか思ってね、日本海側とか見るんですけども、まあいろいろと行き尽くした感がありましてね、まだ動画上げてないところで素敵な宿ないかなと思った時に、そういえば伊勢ということでね、以前一回来てるんですけども、きちんとね、動画撮ってなかったんでということでやってまいりましたが、大正解でしたね。なんだかんだ私去年もね、伊勢で多分ね、誕生日来てるんですよね。はい、だから2年連続になりましたけど、やっぱり伊勢っていうのは本当当たりが多いですよね。今回ね、この平松に関しては、まあお部屋はね、他の平松、まあ結構私もね、全部見てますけども、まだ普通のタイプだと思うんですよ。だって平松の熱海だったかな？なんか大雨だったっていうこともあってね、その代わりにじゃないけど、無償でね、提供いただいた部屋がこの部屋ぐらいなんでね。だから、そういう意味では、目が肥えてる私としてはですね、こんなに素敵な部屋でも普通に感じちゃってますけども、まあそれでもね、やっぱり十分温泉で満足できますし、このぐらいのサイズの部屋が私はね、好きなんで。他にもですね、今回は貸し切りの温泉もあれ最高ですよね。そして、先ほど入りましたプールですよね。贅沢にもスパを堪能させていただき、そしてそして平松といえばやはり食事ということでね、夜ご飯も朝ご飯もね、最高にね、美味しい食事をいただきました。あれほんとオーバートーク抜きにですね、私の人生にとって一番と思われるようなね、料理がたくさん出てきましてね、非常に感動しました。まあ、久々の平松ということもあったのかもしれないんですけども、僕はいろんな平松行ってる中で、ここが一番感動できたんじゃないかなと思うぐらい、すごく美味しかったです。このお宿はリピート確定ということでね、何度でもね、来たい宿だと思いました。電車でね、昨日来ましたけども、そのまま東京にね、戻りたいと思いますが、また来週ですね、とてもとても素敵なとこに行くんですよ。しかもね、まあ一週間以上かけてね、ちょっと長編になりますけども、見かしていただきます。ぜひね、皆さんにはそちらもですね、お見逃しないようにね、お願いしたいので、チャンネル登録ね、まだの方はしていただきましてね、
まあ、高評価、コメントなどなどもね、スタッフ一同見てますのでね、ぜひよかったらしてもらえたらと思います。では、また次のおやつでお会いしましょう。ありがとうございました。